お、ここにヘビがいます。もらった。捕まえました。ちっちゃいですね。子供の島ヘビ、コドヘビです。いやー、かわいいですね。はい、どうもヘビフロッグと申します。というわけで今回は、先ほど見てもらった通り、道を散歩していたら道端にヘビの赤ちゃんがいたので誘拐してきました。それがこちらです。少し怯えていますね。ですが安心してください。食べません。今回は食べたり解剖するわけではなくて観察します。ただ普通に観察するわけではなくて、この超高倍率レンズを使って体の隅々までまじまじと観察していきます。観察した後に後で元いた場所に戻してやるので安心するべきです。ですがいくらこのようなことを言ったとしても、このヘビには爬虫類脳と呼ばれる小さな脳みそしかありません。すなわちこいつには言葉は通じません。ですので仕方ないですが、できるだけ優しく無理やり観察します。それでは早速観察します。ヘビを取りましょう。お、意外とおとなしいですね。話の通じるヘビです。それじゃあまずは顔を見ていきます。顎の下はかなり黄色いですね。一つのシマヘビの特徴です。そしてシマヘビといえばこのシマシマの4本の線ですね。こいつは子供ですので、この4本の線以外に横シマが入っています。大人になるにつれてこの横シマがなくなっていきます。目玉はまん丸ですね。マムシと違って可愛い目をしています。虹彩は赤色です。赤い目をしていますね。瞳孔はまん丸です。シマヘビは強い光が目に当たるとこの瞳孔が縦長になります。というわけで実験しましょう。それでは強い光を当てます。ほら、いまいち瞳孔の動きが分かりづらいですね。もう少し近くで見ていきましょう。今は光を遠ざけています。これを近づけると、おお、動いてる。まん丸だった瞳孔が縦長になっています。それでは次は口を見ていきましょう。舌をペロペロ出しています。お、よく見ると口と口の間に舌を出すための穴があります。いやー、かわいい口ですね。接吻したくなるほどかわいい口をしています。それでは口の中を見ていきましょう。ほら、おお、上顎には鋭い牙が生えています。下顎には穴が開いていますね。ここからベロを出すんですね。口を開けられたのが嫌だったのか、尻尾をバタつかせて威嚇しています。というわけで次はこのシマヘビのお尻の穴を見ていきましょう。さあ、お尻の穴はどこかな。あった、これがお尻の穴ですね。そしてこのお尻の穴のこの先、これが尻尾です。僕の腕に巻きつきました。いやー、ツルツルしてて気持ちいいですね。お、シマヘビちゃんがそろそろ疲れてきたそうなんで、虫かごに戻してやりましょう。はい、というわけで今回は可愛いシマヘビちゃんを観察しました。ただこいつは元いた場所に逃がしときます。というわけで今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。